はい。今回は、マイクラとスクラッチをつなぐインストーラーの改良をしようというコーナーです。で、何を改良するかっていうと、まずインストーラーでインストールした時にゴミが残る問題を解決したい。というので、ちょっと、えー、直していきます。まず、上から見ていって、ダウンロードしたのをどんどん消していくだけなんですが、 えここで 4G オードインストールした後、4G j a ーはいらなくなるので消します。で、ここで、この modszip が解凍したらいらないので消します。で、ここで Python Scriptszip がいらなくなるので消します。で、これが何になるかっていうと mcpiPy になるので、ちょっとコメントを残しておきます。 で、これでムーブをするんですが、この1.12.2っていうこのフォルダーが残っちゃうのでこいつを消します。で、ムーブ、ムーブ、ムーブで、これはムーブするんで中身が全部動いてなくなるのでよしと。で、これも OK、これも OK ですね。はいと。 で、これを、ここだけどうしようもなくて、スクラッチのオフラインエディターをオープンして終わりなので、ちょっとこれだけちょっと残っちゃうんですけど、一旦これで、で、やってみます。で、えー、っと、こいつが元のやつなんで、一旦こいつを消しておいて、はい、した。そして、デベロップのマインクラフトの、 くれとあ、違う、こっちだ。で、インストーラー起動します。まあ、試しにやってみるって感じですね。うん。で、クライアントのインストールの時に、あ、フォージジャーログが残るんだ。これでインストールしてしまえば、はい、フォージジャーが消えるはず。 はい、消えた。で、もろもろやってるうちにいろいろ消えていくので、はい、消えてきますね。m c p i p i も消えて、うん。で、オンラインエディターだけ。こいつだけ残るんで、ここで、えっ、ー、と、これも消すと。はい。これでいいか。はい、と。はい、OK。そしてですね、 これで、まあ、ゴミは残らないんですが、これですね。あの、これではちょっと、あの、調べたら、Java ックっていうコマンドはもう OS10 には最初から入っているというか、もう元々あって、JDK が入ってないと、OS の方で、あの J J、Java、JDK 入れてくださいっていうのが出るっていう風になってるらしいので、これだとあるかないかだとあるになってしまうので、これやめます。で、JDK をですね、 あの、同梱する手段があるらしいので、えーっと、JDK。ちょっとこれは調べたんですけど、えーっと、これだったかな。えっとね、こうこうだったかな。J-Link とかいうのを使うんですけど、えっと、 jdep というコマンドと jlink というコマンドを使うらしくて、あ、これだ。はい。これを完璧に。これが完璧説明されているやつなので、これですね。使います。そしてですね、あの、オラクル JDK じゃなくて、OpenJDK を使います。OpenJDK じゃないと、このコマンドが通りません。なので、 えー、ご注意をください。まあ、インストールとかは、もうやってあるやってあるので、詳しくは説明しないですけど。で、JDEP で、一旦これ閉じて、あの、対象の JAR ファイルを指定してあげると、必要なデベロッの、えっ、ー、と、マインクラフトの、えっ、ー、と、コンピューターじゃなくて、コネクト。 コネクトマインクラフトに行って、で、j デップで、ハロー l o j じゃなくて、あ、f g ジャーあ、あるか。4 g ジャーを見ると。そうすると、この3つなので、えー、これですね。j リンクで、ほいと。こうしてあげて、で、モジュールパスっていうのを、Java、 ホーム、モッツだっけ。えっとね、ちょっと調べます。Java ホームで、J モッツですね、こいつ。こいつを指定してあげます。えー、J モッツ。で、アットモジュールズに、これですね、Java ベース、 ジャバベース、カンマ区切りで、Java デスクトップ、Java ロギングで、えー、まあ、JRE にしていきましょう。おっと。あ、J リンクがないのは、えっ、ー、と、これですね。ジャバホームのンが通ってない。ちょっとこの環境は特有なんですけど、通してないので、これで。 はい。そうすると、これですね。この JRE フォルダが出来上がっていて、マインクラフトの JRE ですね。で、瓶の下に Java コマンドがあるので、こいつを見るようにしてあげます。で、これですね。これが、えー、っと、JRE の瓶の java を見るようにということで、あ、これではダメだめだ、えー。スクリプトパスの JRE の BIN の Java で実行してくれと言えば、じゃ JDK が入ってるとか入ってないとか関係なしに、この ForgeJava 自体は動くので、試しにやってみましょう。よいしょ。う これでインストーラーコマンドを起動。そうすると、ダウンロードが始まって、うん、フォージが起動すると。はい。取り消して、こっちも消しちゃおうと。はい。OK。ちゅうことで、結構簡単なんですよね。あの、 調べると、調べる間は結構難しいのかなと思ってたんですけど、やるべきことは、この JDEP で何かしらやって、この JLink でまとめるってだけ。簡単。はい。で、これで JDK との、えー、依存が消えたというか、まあ、ここに出来上がるので、あとはですね、えー、っと、そうだな。 うんと、パッケージングをするやつを作りましょうかね。スクリプトじゃなくてよかったんだけど、まあ、いいか。えっ、ー、と、パッケージ、シェルと。パッケージングをするやつを持ってきて、はい。パッケージングするやつは、えっ、ー、と、 必要なファイルを、ま、集めてきて、ZIP にするというやつですね。はい、こいつを作ります。でまずファイル名を、えー、ベースネーム、イコールで、マインクラフト、スクラッチ、インストーラーかな で、バージョンが1.1.0にしておきましょう。で、えー、っと、ネームがこれの組み合わせで、えー、ベースネームのバージョンってことにしましょうかね。はい。これいいかな。はいと。で、まず、えー、メイクディアで、 えー、フォルダー名作フォルダーを一個作って、で、コピーで必要なやつをコピー。インストーラーコマンドをタラネームに持っていく。コピーランコマンドをネームに持っていく。えー、コピーで 配分あるスクリプツ。スクリプトディレクトリーをネームに持っていく。あとは、jre ですね。こいつもダラネームに持っていく。えっと、他に必要なのは、これか。え、コピーで、えっと、read me。 md をネームに持っていくと。ああ、とこれか。サンプル。サンプル sb をネームに持っていくと。はいで。で、え、zip, 配布が R だったかなえ、で、ネーム zip っていうのを作って、中身はこれですと。はい。そうすると、この、 ディレクトリの中身を全部この zip に固めて、えー、r を付けるとこのフォルダの中身全部なんで、これでいいはず。はい。で、jre を作るやつも作っておきましょう。new file, make jre かな s h e l と。で、それはこのコマンドなので、 これを丸ごと持ってくるだけと。はいと。OK。セーブで、ここで、えっ、ー、と、メイク、メイク JRE もやっていきましょう。はい。で、え自己権限を上げてあげると、えー。これとパッケージ SH と。はい。で、 ッケえーどうしようかなまずメイクメイクはいうんじゃあおっとはいこれで消えてくれるはずとはい パッケージシェルをやるとどうだうん出来上がったとで中身これなんで大丈夫そうですねはいということでバージョン1.1.1の完成ですでこれ後で公開しておくのでぜひこちら買って 使ってください。簡単にインストールできます。以上。